はいどうも、走れおいチャンネルです。今日はですね、8月の1日ということで夏休みのプレゼント企画を発表していきます。今回は平成最後の夏休みということで、自分とゴリスポなかなか頑張りました。7月末の動画で紹介したこのミヤマライアンさんからいただいた畠山の海外製公式用グローブ、こちらは7月末の方に予告した通り一つのプレゼントとして準備してあるんですけど、もちろん他にも準備いたしました。まずはこちら、三ツ矢タイガーの軟式用グローブ。こちらはオールラウンドって書かれてたんですけど、はめた感じは内野主要かなっていう、個人的な感想としては、内野ポジション全部いけるかなっていう、個人的な意見なんですけど、赤オレンジ系のジュージュウェブということで、サードショートセカンド内野全ていけるんじゃないかなと個人的には思いました。ここでまだ終わりません。もう一つ準備しました。こちらウィルソンのソフトボール女子専用グローブということで、ちょっと今までのものとは違うんですけど、女子専用とは言ってもちょっと手が小さい方向け、一応専用とは書かれてはいるんですよ。専用とは書かれてはいるんですけど、ここのレースを引っ張ることによってフィット感を変更できる、手に合ったサイズにできるってことですね。例えばちょっと手が小さい方はここを引っ張ると少しこうやって動く感じになってるんで、ここが狭くなります。女子専用とは言っても全然中学生ぐらいだったら使えると思うんで、軟式野球でも全然いけるんじゃないかなと思います。少しポケットが広いんでサードとかショートで使ってもらえるといいんじゃないかなと思います。カラーはブラックですね。ブラックでレースとステッチがレッド、形はもうこんな感じです。ソフトボール用ってのもあって少し柔らかいですかね。はい、というわけで今回はこちらの3つのグローブをプレゼントにするんですけど、毎月話していますが、プレゼントの応募方法を簡単に説明します。まずはこの走るおいチャンネル with ゴリスポをチャンネル登録すること、この画面の下にあるチャンネル登録っていうボタンを押してください。そしてもう一つは8月中の動画にコメントをすることで、その中から自分らがランダムで選ばせていただきます。その2つで完了です。はい、というわけで、今日はプレゼント企画の発表だったんですけど、7月の末夏休みが始まってから自分らは70本投稿ということで目標に掲げてやってるんですけど、これまでの倍以上ということでちょっと忙しくはなっているんですが、夏休みということで頑張っております。多少編集の強弱をつけさせてもらって、ちょっと手を抜く動画と力を入れる動画でちょっと分けてるんですけど、まず目標ということで70本以上、1日2本以上っていうのを目標に頑張っていくんで、8月中もそのペースでいこうと思いますので、皆様今後ともよろしくお願いします。はい、というわけで今日は8月のプレゼント企画の発表でした。今日の走るおいチャンネルは以上です。あれでしょ、不安定な登場が立つよ、頼まれ下心丸出しで、僕を引き連れて土足で。はい、というわけで8月のプレゼント企画です。まずは畠山の海外製公式外野手用グローブ。こちらカラフルなグローブですが、かなり目立つグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら、三ツ矢タイガー軟式オールラウンドグローブ。こちらちょっと小さめのグローブでして、内野手全般いけるかなと個人的には思います。こちらを1名様にプレゼントします。最後はウィルソン女子ソフトボール用グローブ。こちら手の入れる場所が小さい設計となっております。この3点をチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。あれでしょ、ありあした、ありあした、今日